1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのは、デンジーさんです。おじいさん系バーチャル YouTuber さんで、現時点ですでに1年以上活動していらっしゃる子さんの方ですね。多種多様な活動をされているのが特徴で、公式ホームページまで作られています。コンテンツは多岐にわたり、歌ってみたやゲーム実況、雑談配信や声劇、朗読劇など、数多く投稿されています。それでは、デンジーさんの歌ってみた動画を見てみましょう。街灯、火のつく雨降れる感情、感覚のテレパス迷子の二人はコンタクト、心は恋を知りました。タイトロー、継ぎはぎの制服、柔道のディスコミュニケーション観光。いかがだったでしょうか。ぜひデンジーさんのチャンネルの方にも足を運んでみてくださいね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのはアキラのヤスンさんです。バーチャルアイデアリスト VTuber さんで、なかなか悩みの深い中で模索しながら活動されているところが独特の雰囲気となって現れている方だと思います。コンテンツとしては雑談配信やゲーム実況、お絵かき配信などを投稿されています。ご本人の悪がかなり強いですが、まずは一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。それではアキラのヤスンさんの自己紹介動画を見てみましょう。バーチャルアイデアリスト YouTuber のアキラのヤスンです。アイデアリストっていうのは、そうですね、理想主義者っていうんですね。本当はアナーキストって、アナーキストですね。で、まあ、なりたかったんですけど、ちょっと語弊があるというか、過激な感じがするので、ちょっとその、まあ理想主義者として、まあ、呼ばせてもらいます。まず、出身は周防で、幼少の頃より、そうですね、まあ、カトリックというか、ミッション系に通ってまして、まあ、いかがだったでしょうか。ぜひアキラのヤスンさんのチャンネルの方にも足を運んでみてくださいね。それでは1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのはキミマロさんです。バーチャルひよこ VTuber さんで、ゲーム配信やお絵描き、歌などを主な活動とされている方ですね。プラトゥーン2などのゲーム実況を主なコンテンツとして数多く用意されています。その他、歌ってみた動画やお絵かき配信なども投稿されています。再生リストの方で動画、配信アーカイブを分けていらっしゃるので、そちらから自分好みのコンテンツを探してみるのも良いと思います。それでは、きみまろさんの歌ってみた動画を見てみましょう。いかがだったでしょうか。ぜひきみまろさんのチャンネルの方にも足を運んでみてくださいね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのはデルタさんです。バーチャル世界に飛ばされてきた方で、元の世界に戻るために VTuber 活動をされているようです。2019年1月活動開始の比較的新しい方でもありますね。主にゲーム実況配信をコンテンツとして投稿されています。最近ではギルティという2人グループを結成されたそうで、今後の活動にも注目が集まりそうです。それでは
デルタさんの自己紹介動画を見てみましょう。おお、つながったかな。はじめまして、 DRT と書いてデルタと申します。この部屋に飛ばされて快適な生活を送っていたのですが、 VTuber にならないと元の世界に戻すとどう。 VTuber になって有名になれば元の世界に返してやると言われて始めました。本来はこちらで DLT という表記なのですが、右も左もわからないスタートという意味を込めてこの表記になっております。まあもう一つ名前の由来となっているものがあるのですが、今はまだお伝えできないです。主にゲームの配信を中心に活動していきたいなと思っております。ただ FPS ゲームや TPS ゲームいかがだったでしょうか。ぜひデルタさんのチャンネルの方にも足を運んでみてくださいね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのはことのはるすかさんです。天才美少女アンドロイド VTuber さんで、大変な元気の良さと可愛らしさが同居していらっしゃいます。あと音割れが持ちネタみたいになっているところも特徴的ですね。ゲーム実況動画配信を多く投稿されていますが、その他にもネタ動画や雑談配信もコンテンツとして提供されています。それではルスカさんの自己紹介動画を見てみましょう。皆さんこんにちは、ことのはるすかです。動画再生してくれてありがとうございます。今回はですね、私のエンディング動画ができたので、それをお披露目するために動画を作りました。イエーイ。というわけで、でもエンディングを再生するためにやっぱ本編が必要じゃないですか。だからその本編として自己紹介をね、今回やっていきたいと思います。はい、では改めまして、私の名前はことのはるすかって言います。言葉っていう漢字にカタカナののを挟んで、ルスカはそのままカタカナですね。はい、ことのはるすかです。はい、で英語じゃない、アルファベットで書くとこんな感じです。じゃじゃーん、すごいかっこいい。私いかがだったでしょうか。ぜひルスカさんのチャンネルの方にも足を運んでみてくださいね。それではまた次の紹介でお会いしましょう。